若松金茂君え公明党の若松金茂です、えー、今日の超公共団体情報システム標準化法案の審議に当たりまして、私も4月30日でありますが、いわゆるスーパーシティを今申請しております会津若松市、そして、えー、郡山市、これはデジタル市役所を実現のために今、えー、5レース推進、 1>, 1つはペーパーレス、2つ目はキャッシュレス、3つはカウンター窓口レス、4つ目はファイルレス、5つは会議ムーブレス、これを目指している郡山市役所、2箇所を訪ねましたで。現場のいろんなお声を引いて、今日質問をさせていただきますが、最初に IT 室政府参考人に、デジタル庁の体制強化についてお尋ねをいたします。このデジタル庁は、政府情報システムの統括管理のほかにですね、 マイナンバーでマイナンバーカード、我が国のデータ戦略、さらには、地方公共団体のシステム共有化を総務省と連携して行うなど、デジタル戦略全般を担う組織であります。その所長は非常に非常いまあ広いわけでありまして、民間からの技術者を含めて500人規模の体制でスタートを切る予定と聞いておりますが、我が国のデジタル化をしっかり検出していくためには、 民間技術者や地方公共団体からの職員を含めより多くの人数が必要ではないかと思いますさらにはもしかしたら500人を超える場合も出てくるでしょうからそれも含めてお考えをあの政府の見解をお尋ねいたします内閣官房時沢内閣審議官お答えいたしますデジタル庁は今般の感染症で浮き彫りになりました官民のデジタル化の遅れに対応するために政府全体のデジタル化戦略を 統括すすすするるるとともにににデジタル社会の形成に関関重,重点計画や情報システムに関する整備方針などを策定いたしますで国、地方公共団体、準公共部門の情報システムを統括管理し、重要なシステムにつきましては、自ら整備するとともに、マイナンバー等の ID 制度や公的機関が保有する社会の基本的なデータ、ベースレジトリーと呼んでおりますが、こういったデータの整備に関する規格立案など、デジタル社会の形成に向けた た規格立案を行うなどとなどを行うというふうにされております。で、こうした業務に取り組みにあたりましては、最新の技術動向を把握する優秀な民間人材の活用が必要でございます。 でこれまで4月に35名を採用いたしましたほか、第2弾の募集にも取り組むなど、9月,9月の創設に向けまして、順次採用を進めているところでございます。また、デジタル庁において、地方システムの標準化、共通化を進めるにあたりまして、地方公共団体と密接に連携して検討を行う必要があるほか、地方におけるデジタル人材の育成にもつながるということもございますので、地方公共団体からの職員受け入れにつきまして、 も積極的に進めてまいりたいと考えておりますで他方で特にデジタルの分野につきましては技術の発展やそれに伴う行政需要の変化が急速に進むということもございますデジタル庁が求められる役割やそれに伴う業務量の変化に応じましてさらなる体制強化も含めまして必要な体制を適切に整備してまいりたいと考えております 若松金茂君ということで、あのまあ、500名相当でしょうけど、当然、あの状況に応じては、それを超えるということも、もちろん必要性があれば、それは進めていくと、そういう理解でよろしいですか、はい、徳沢内閣審議官、はいえーと。さらなる体制強化というのも念頭に置きながら、必要な見直しという、あの必要な体制整備について検討を行っていきたいと考えております若松兼重君、えーあの。いわゆる人間主義のデジタル化。 まあ推薦、推進しているというふうに理解しておりまして、そのためには現場が重要であります。いわばいわゆるデジタル庁は鳥の目の役ですか、長官図、そして地域は虫の目の役と、そしてともに同じ360度を見る魚の目ですか、880度ですね、共通課題に取り組むま体制が必要と考えております。で国民が直接行政とタッチ接するタッチポイントは、まさに地域行政でありまして、 そしてデジタルは地域ポータルとなるわけでありますで。これがいわゆるデジタルツインですね、国のデジタルと地方のデジタル、いわゆるデジタルツイン、だからこそ、デジタル庁の担当、現場担当をです、ね、地方のサテライトオフィスに置く重要性を再度認識したい,したいと思っております。特に昨年秋の臨時国会で、山口代表が菅総理に質問をいたしました。 それで福島という話が出て、前向きな答弁をいただくわけでありますけれども、ぜひ確認をさせてください。時内閣審議官 今般のデジタル改革におきましては、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化というものを目指すこととしておりまして、国民目線によります UI、UX の向上に取り組んでいく必要があると考えております。でこのため、住民人数の把握、デジタル化に伴う業務見直しの実施が大変重要でありまして、そういった観点からも、議員ご指摘のとおり、デジタル化を進めていくにあたりまして、地域の現場というものが非常に重要になってくると考えております。 でこのため、デジタル庁におきましては、競争プラットフォームなどのツールを使いまして、また総務省など関係省としっかり連携を図りながら、地方の声をできるだけ丁寧に組み上げて、政策を検討し、実施していきたいと考えております。で議員員指摘ののあ,ありましたように職員が地方のサテライトオフィスで働く勤務することも 地方の現場に近いところで、声を組み上げる上での有効なツールの一つというふうに考えております。まあ、その点も含めまして、デジタル庁におきまして、国民や地域の多様な声を組み上げる、組み取る方法を柔軟に検討していく必要が重要であるというふうに考えております若松金重君あの。当初、デジタル庁、これ、地方に置くべきだという話もありました。 それがまああの難しいということで、今、中央指導でしょうけど、本来ですと、中央と、さっきの先ほどデジタルツインと言いましたけど、地方もですね少なくとも方面に1つぐらい箇所があって、まさにフェイスとフェイス、それをやるの同時並行、これが本来の姿まあ理想ではないかと私は思っているんですが、それについてはいかがでしょうか。内閣審議官 あの先ほども申し上げましたが、地方のサテライトオフィスなどで勤務するというのも、重,重要なあの地方の現場に近いところの声を組み上げるツールだというふうに考えております。今、東京でというふうに考えておりますけれども、今後、デジタル庁におきまして、さらに柔軟な体制を検討していくこととしておるところでございます。 松金繁君またあのあの、もちろん触れますけどあの、デジタル庁による各省庁のグリップですか、ちょっとあの分かりにくいと思うんですが、IT 室にお伺いいたします、あの政府の情報システム数、現在900以上とで、さらに関連予算も約8300億確保したということで、今後もシステム数や予算は増え続けるものと考えられております。 デジタル庁では、情報システムの統括管理を行うこととしているわけでありますが、どのような権限、または仕組みによって、各省庁の足並みを揃え、システム数や予算をコントロールしているのか、お尋ねをいたします。徳内閣審議官 今後の情報システムの整備にあたりましては、類似した機能を持つシステムの乱立などによる重複投資を防ぎ,まして防ぎ、運用経費をいたずらに増大させることなく、行政サービスの刷新のために、真に必要なシステムの整備や改修といった新規投資を戦略的に行っていくことが重要であると考えております。 デジタル庁では、組織の縦割りを廃止、統一的にデジタル化を進めるための司令塔としまして、えー、情報システムの統括管理を行うこととしております。具体的に申し上げますと、えー、民間人材を幅広く採用することを含めまして、えー、体制を大幅に強化すること、デジタル庁の作成する情報システムの整備及び管理の基本的な方針等に基づきまして、予算関,連関係予算の一括計上、配分を行うこと、 すべての情報政府情報システムを対象としまして、一元的なプロジェクト管理を通じて、プロジェクトの方向性,の方向性等の検証を行うこと。 政府が共通して利用する基盤的なシステムにつきましては、デジタル庁が自ら整備することとしているほか、必要に応じまして、デジタル大臣の勧告権というのもございまして、こういったものを行使することもあるかと思います。こうした仕組みを通じまして、政府全体としての統一性を確保しつつ、一層効率的かつ利便性の高いシステム整備を推進してまいりたいと考えております。赤松金繁君 それで総務省政府参考人にお尋ねいたしますが、自治体情報システムのカスタマイズの状況についてお尋ねをいたします。今のシステムの、自治体の情報システムの標準化の取り組み、これはカスタマイズを不要にすることが目的、いわゆるベンダーロックというものをです、ね、改善するということでありますけれども、今の自治体の情報システムのカスタマイズの状況はいかがでしょうか。 高原自治行政局長、ご答弁申し上げます。総務省総務省の調査では、えー、令和2年4月1日現在で市区町村における標準化対象として想定している17業務のシステムについて、えー、カスタマイズとしている割合,割合は約56%となっております。高松兼修君、あのまあゼ,ゼロって無理なんですけど、以前に先ほどの17標準システムですか。 めて可能な限りやはりゼロに近づけるそういう理解でよろしいですか。高原局長、ご答弁申し上げます。委員ご指摘のとおり、あのカスタマイズをあの不要にするような形で、あのまあ標準政府があの標準使用を示し、まあそれに従ったあのシステムをあの地方公共団体に利用していただく姿を目指しているところでございます。高松兼重君。それでは総務大臣に標準化の システム標準化の意義についてお尋ねをいたしますけれども、まさに自治体の標準、情報システムの標準化はです、ね、まあ、政策の変更、まあ、いわゆる制度変更ですね、また新たな政策への即時実施をサポートするため、することが最も重要だと理解しております。加えまして、自治体の負担軽減にも資するものだと考えておりますが、標準化の意義に関する大臣の所見を考えます武田総務大臣。 情報システムの標準化共通化の取り組みは国が定める標準仕様に準拠したシステムを各ベンダーが開発し全国規模のガバメントクラウド上に構築することを想定をいたしております制度改正等の際には国が標準仕様を改定して示すことからシステム改修等に際してこれまで自治体が個別に対応していた負担は大きく軽減されることとなります このように、情報システムの標準化、共通化は、自治体の人的・財産財政的な負担の軽減に資するものであり、地方行政のデジタル化の基盤を担うものであると認識をいたしております小松金次郎君。えこの政策支援可能なデジタル基盤づくり、まあ、こ,のこれ、キーワードだと思いますけれども、ぜひえそれを進めるために、 大臣リーダーダシップをっってやってやいいいたただきたいと思います次に IT 室にまたお伺いいたしますが、このガバメントクラウドの検討状況、田野先生もお話しされましたが、このガバメントクラウドにつきましては、まあ、自治体にとって大きなメリットがあるということでありますけど、このガバメントクラウドの取り組みを進めるにあたって、競争プラットフォームなどを活用してですね、 まあ地方自治体の意見をまあ丁寧に聞きながら進めているということでありますが、今の状況を含めてえお尋ねをいたします時澤内閣審議官。 ガバメントクラウドの取り組みを進めるにあたりまして、えー、ガバメントクラウドを活用する意義等につきまして、地方公共団体に説明し、えー、地方公共団体の意見を丁寧に聞きながら進めていくということが重要と考えております。でお話がありましたように、全国の自治体職員との議論の場として、デジタル改革競争プラットフォームを設けております、またの説明会の開催、ヒアリングを行うなど、えー、地方公共団体と意見交換を行いながら進めております。 でデ,ジタル競争デジタル改革競争プラットフォームにおきましては、ガバメントクラウドに関しまして様々、さまざまな例えば移行パターンの検証をや、システムの可用性の確保、システム間連携、こういったガバメントクラウドの移行にあたっての特に検討が必要な視点についての提案など、実際の現場に即した意見が多数寄せられているところでございます。 で引き続き、ガバメントクラウドの取り組みに関する情報を、超公共団体に対して提供し、対話をしながら、えー、総務省とも協力して取り組みを進めてまいりたいと考えております若松兼重君。私も先ほど、あの自治体をに行きまして、でこのデジタルの責任者とお話ししましたけれども、まあ、いわゆるあの本当にあのデジタルが進んでいないところ、 かなり進んでいると色々いろいろありまして、まだ、あ、もうや、このやり取りの中身を聞くと、金、ま、交、あ、玉跡なんですね、私はあの職員じゃありませんから、まあ、登録できません、<laughs> で、股、ま、書きになるわけでありますが、これもやり始めて、いずれにしてもこういう場が今までなかったということは、大変評価されておりまして、これは素晴らしいんですが、 この共生のプラットフォームをさらに使い役するために、ある意味である程度ですねやり取りがあった場合には、当然、分類化して何件かの問い合わせがあったとか、さらに高度なレベルの方にはどこ,どこに問い合わせ行くとか、ぜひですねあの改善ですね、継続的なこのプラット競争プラットフォームの改善をちょっと要望して、次の質問に移ります。 あのやはりあのデジタルを進めるにあたって、この地域のですね優秀な人材ののですねを国で活用すると、これ、IT 室にお尋ねするんですが、特に福島には会津若松市に会津大学というデータアナリストの学部がありますま、そういったところですと、大変優秀な人材も多く育っているということで、またあのこのデジタルは場所を選ばない、また業務形態、これがデジタルの利点でもあります。 そこ,そこで、そうした地方の優秀な人材が地域にとどまりながら、デジタル庁での活躍の場が得られることができれば、デジタル人材の育成確保や地域経済の活性化などの観点から有益と考えますが、デジタル庁どの、どのようにお考えでしょうか。徳島内閣審議官、えー、例えばあの合図におけます愛と これは地域における先進的な企業や人材が同一施設に集い、互いの交流を通じて、地域のイノベーションデジタル化を牽引する取り組みをというふうに承知をしてておりますあの全国のの地方公共団体にとととっもも有用事例となるものと認識をしております。 社会全体のデジタル化を指導する立場でありますデジタル庁といたしましても、そのような地方で蓄積された知見を生かしていくことは大変重要であると考えているほか、そうした地域で活躍する優秀な人材が、国全体のデジタル化も併せてけん引していくデジタル人材として育つこと、これも国、地方の双方にとって有益であるというふうに考えております。 でデジタル庁では、テレワーク主体の職務従事や、兼業も可能とするなど、地域において活躍している人材が居住地を変更せずにデタル、デジタル庁の取り組みに参加できるような組織文化を醸成していくことによりまして、地域のデジタル人材の確保や育成に寄与する。この他に、えー 国地方、あ国地域、双方のデジタル化を合わせて推進することにもなりますので、こういった取り組みを進めてまいりたいと考えております赤松兼重君。えと先ほど、4月に35名採用した方、すみませんあの質問通告してないんですけれども、これはやっぱ地方の方もいらっしゃいますか、それ分かりますけど、全部東京在住ですか時沢内閣審議官。 えと数はちょっとあの覚えてないんですけれども、地方在住の方もいらっしゃるところでございます。若松金君まあよく言えば、地方と東京ですか、首都圏、半々ぐらいにしていただきたいですね、という思いの、共通は思い一緒だと思います。えー、それで、えーその先、オールリモートですね、オールリモートということがよくあの言葉に出てまいります。もちろん、このオールリモートというのは、まあえー、全体の生産性向上。 にさせるるとととと言えるということか実とは問題提起の質問なんですけれども、自発的、自主的な社員と、受動的調整型の社員との生産に格差が生じたというのが、実はオールリモートの一つの評価だというのが、これはデジタル化の先端的企業であります、全世界レベルのアクセンチは CEO のジュリー・スウィートさんですか。 まあどういうふういいふに言ってるかととますとこのリモーートワークはですね私たちは自分のビジネスにおいても、テクノロジービジネスで生産性が向上しました。非常に正当で有効なビジネス上の理由によるものです。これほど多くのオフィススペースを必要としません。しかし、注意したいのは、人を集めることが重要だということです。そこで私たちが述べる一つのやり方は、やりすぎないことです。 オフィススペースは人を集め、エンゲージメントを維持するのに重要な役割を果たします。オンラインとフェイス・トゥ・フェイスの割合を50対50にすべきだと発言していますと、これ、重要な提言だと思います。でさらに、首都圏一極集中をです、ね、是正させるためにも、デジタル庁の組織自体を機能分散社会のモデルを示して、地方への分散オフィスを整備した上で、ハーフリモートモデル、 これをですねしっかり実証実装すべきではないかと考えますが、いかかがでしょうか徳澤内閣審議官。 これまでは国の行政機関における業務に従事したいという思いがあっても、所属する企業の立地やご家族の都合などといった事情のために、それが叶わなかった民間企業の方もいらっしゃるというふうに考えております。でそういった方々にと,りとっては、テレワーク主体の職務従事を可とすることで、これまでの生活を維持し、場合によっては地域において引き続きご活躍いただきつつ、デジタル庁の取り組みにも参画していただくことが可能となる。こういったこと とことによりまして、これまでと比べて、国、地方の双方にとって有益なものになるというふうに考えております。でその際、ご指摘のありました、オールリモートで100%テレワークを前提とした勤務形態とするのか、ハーフリモートで必要に応じて、サテライト、オフィス等で勤務いただくか、これにつきましては、働く人それぞれの、それぞれの事情に応じて、柔軟に選択できるように、勤務環境を整備することが重要だというふうに考えております。 先ほども申し上げましたとおり、職員が地方のサテライトオフィスで勤務することが、地方の現場に近いところで、声を組み上げる上で非常に重要なツールであることは十分に認識しているところでございますので、その点も含めまして、デジタル庁において、国民の地域の多様な声をくみ取る方法を柔軟に検討していくことが重要であると考えております。 岡松嘉之君、私もあの海外勤務しまして半年間サンフランシスコを単身赴任としました。ま個人的には単身赴任禁止法を作りたいと思っております。やっぱり今日本の家庭内にいろんなも課題はこの先進国で単身赴任を認めるという制度はおそらく日本ぐらいでしょう。 だからそういうことも含めて、ぜひこういった課題もデジタル庁が率先して解決すると、そういうことを期待してです、ね、と最後の質問になりますが、会津、えー、若松におけるオプトイン型データ利用、利活用の取り組みにつきまして、総務大臣、に常々、えー、人間中心の DX と、まあ、こういうことを言っておられまして、その参考事例として、まあ、台湾のオードリターン オードリー・ドリターンさんがです、ね、言う、DX は人間と人間をつなぐものと、こういう考え方を述べられております。で日本のデジタル化を進め,て進める上で、最も重要な哲学だと共感しているところでありますが、あのデジタル化を復興加速化と地方創生のため、福島県などを実証フィールドとして活用していくことが必要と考えておりまして、 例えば会津若松市におきましては、会津若松プラスのような先進的なオプトイン型のデータ利用の利活用の取り組みを進めており、このオプトインこそが人間ですね、中心の DX であり、オードリーさんが言うスマートシティの先にあるスマートシティズン、そこ、そのそれを表しているのかなと思いますが、そのような取り組みを全国展開して、それに支援すべきと考えますが、いかがでしょうか。 徳内閣審議官。 アイズワカマスプラスでございますが、これはあの市民がユーザー登録をいたしまして、その登録情報や行動履歴に応じて、必要な行政情報や生活に必要なツールを提供する情報提供サービスでありまして、個人情報提供に同意して、自分に合ったサービスの提供を受ける、いわゆるオプトイン型のデータ利活用の取り組みだと認識をしております。このアイズワカマスプラスは、平成27年12月にサービスを開始いたしまして、 令和3年3月1日現在、ユーザー登録数は約1万2000人となっておりまして、まあ、先進的な取り組みであるというふうに認識をしております。 でこの取り組みにおいて学ぶべき点は、えー、住民一人の、えー、住民一人一人のニーズに合った行政サービスが得られるならば、多くの住民が参加をしてくれるという点にあるというふうに考えております。でこうしたあ地域における先進的な事例を、私どももよく研究をいたしまして、地方公共団体のベストプラクティスを全国の地方公共団体に広く展開するなどの取り組みによりまして、えー、誰もがデジタル化の恩恵を最大限受け取ることができるデジタル社会の 形成を図っててままいいりりたいと考えております岡松金茂君、えっと、あの最後に私の一つ感想というかあの、デジタル、これはあの単なるデ,データ処理だけではなくて、やる、えー、カーボンニュートラルあの、会津若松市は先行して、あのエリアのおエネルギーマネジメントシステムを作っております。 まさにカーボンニュートラルにはデジタルが必要なんですね、デジタルカーボンニュートラル、これ、そういう意味では非常に、会か若松含めて福島先行事例ありますので、えー、総務大臣、お忙しいと思うんですけどあの、足を運んでいただいて、ぜひ現場を見ていただいて、デジタルツイン、えー、ぜひともよろしくお願いいいたししままますすすす以上で質問を終わりますありあがとととうございます午後3時に再開することとし休憩いたします。 だから。